土曜日のニュースをお伝えします。まずこの時間の主な項目です。パク・クネ大統領をめぐる一連の疑惑を捜査している特別検察官は、捜査期間が延長されずに今月いっぱいで終わる場合、大統領を起訴中止として捜査を一旦中止する形にする方針です。キム・ジョンナム氏の殺害に使われた毒は VX であることが分かり、大使館と本国との間でやり取りされ、第三者が開けることが禁じられている外交袋を使った可能性が指摘されています。福島へ飛ぶのは嫌だと乗務員が拒否するとして、チェジュ航空が福島行きチャーター便の運航を断念しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。パク・クネ大統領の疑惑を捜査している特別検察官の捜査チームは、捜査期間が終了した時点で大統領を起訴中止処分とする案を検討していることが分かりました。起訴中止は被疑者への捜査が不可能なときに捜査を一時的に中止するもので、特別検察官の捜査チームの報道官は24日、パク大統領が憲法裁判所の決定で罷免されるまで、または任期満了で退任するまでの期限付きで捜査を一時的に中止することを検討していると述べ、捜査期間が終了した時点で公表する方針を明らかにしました。特別検察官の捜査チームは、捜査期間の延長申請が承認されなければ今月28日に捜査を終了することになります。捜査期間が延長された上、憲法裁判所が大統領の弾劾を認めた場合は、特別検察官が前大統領となったパク・クネ氏を捜査することができますが、延長されない場合は検察に捜査を委ねることになります。これについて大統領側は、大統領は内乱罪などを除いて在職中は刑事訴追されないことが憲法で規定されており、したがって起訴中止もありえないとして強く反発しています。次です。北韓の金正恩労働党委員長の兄金正男氏がマレーシアの空港で殺害された事件で、マレーシアの警察は24日金正男氏の労働部から採取したサンプルから強力な神経剤 VX の成分が検出されたと発表しました。化学兵器に指定されている VX は皮膚から体内に浸透した場合、殺傷能力が1995年に東京で発生した地下鉄サリン事件で使われた100倍に上るとされています。このためマレーシアの警察は、化学兵器禁止条約によって製造や使用が禁止されている VX を容疑者たちがどのようにして入手したのか捜査に全力を挙げています。一方で、殺傷能力が高い VX を素手で金正男氏に塗りつけたとされる実行犯の2人の女性に深刻な異常がないことや、金正男氏が襲撃を受けた後しばらく変わった様子はないことが空港の防犯カメラの映像で確認されており、金正男氏殺害に VX が使われたとするマレーシアの警察の発表に疑問の声も出ています。ところで、製造が禁止されている VX の搬入に北韓の外交郵便袋が使われた可能性が高いと韓国メディアが報道しました。韓国の民放 SBS テレビは25日のニュース番組で、韓国の元国家情報院の関係者の話として、事件の重要参考人の一人がマレーシア北韓大使館の未踏書記官である点に注目し、北韓の外交郵便袋を使って持ち込んだ可能性が高いと指摘しました。在外公館の外交郵便袋はウィーン条約によって開封や押収することが禁じられています。パク・クネ大統領の弾劾の是非を判断する憲法裁判所の審理が大詰めを迎える中、大統領就任から丸4年となる25日、弾劾賛成派と反対派による大規模集会がソウル中心部で開かれます。大
統領の退陣を求める週末集会は今回が17回目となります。25日はパク・クネ予定、もうおしまいにしようをキャッチフレーズにした集会が午後4時からソウルのカンハム広場で開かれ、憲法裁判所による迅速な弾劾の決定と特別検察官による捜査期間延長を求めることにしています。これに対抗して保守団体による弾劾反対派は午後2時から憲法裁判所近くで弾劾無効を訴える集会を開きます。憲法裁判所は27日に最終弁論を終えた後、およそ2週間後の来月上旬に弾劾を認めるかどうかの判断を下す見通しであることから、賛成反対派は独立運動記念日の来月1日にも大規模集会を開くことにしており、緊張が高まっています。格安航空のチェジュ航空はインチョンと福島とを結ぶチャーター便への乗務を拒否する乗務員が相次いでいることから、チャーター便の運航を断念したことを24日明らかにしました。チェジュ航空は3月18日と20日にインチョン福島間を2往復するチャーター便を運航する予定でしたが、乗務を拒否する乗務員が相次いでいるほか、この機体を利用するチェジュ航空の別の路線を利用する乗客からも不安を訴える声が出ているため、来月の福島への運航計画を断念することにしました。インチョンと福島とを結ぶ路線はアシャナ航空が運航していましたが、福島第一原発事故の後に撤退しており、現在は韓国とを結ぶ国際線の定期便は就航していません。札幌と帯広で開かれている2017冬季アジア大会6日目の24日、韓国は銀メダル1個と銅メダル4個を追加しました。冬季アジア大会2連覇を目指していたカーリングの女子代表は中国に5対12で敗れ、銀メダルにとどまりました。またクロスカントリーの男子30キロリレーと女子20キロリレーでそれぞれ銅メダル、バイアスロン男子 12.5 キロ追い抜きで金ヨンギュが銅メダル、さらに前日のカーリング男子3位決定戦で獲得した銅メダルがこの日のメダル集計に追加されました。これで韓国選手団が24日までに獲得したメダルの数は金14、銀13、銅14で日本に次いで2位となっています。3位は中国です。最後にお天気です。25日のソウルは晴れ、正午の気温は5度9分でした。26日も高気圧に覆われて全国的におおむね晴れるでしょう。朝の予想最低気温はソウルで氷点下2度、全国的には氷点下7度からプラス3度、日中の気温はソウルでプラス8度、全国的にはプラス6度から12度の予報です。キミヨンがお伝えしました。